こんばんは、岡本さん。メッセージ早速ありがとうございます。昨日はね、ズームライブの方に非常に興味深くお時間を頂戴しまして、見ていただきましてありがとうございます。やっぱり昨日ね、私もね、どんな形で進めようかなと思って、ズームの方にログインしたんですけども、最初にね、自己紹介をした瞬間に口から糸のように言葉が出てきて、気がついたら1時間経っていましたんで、やっぱりこれね、遠慮なくね、90分なり120分の枠を設定しておけばよかったなと思いますけども、まあ深夜でしたんでね、1時間ぐらい名残惜しく終わるのがちょうどよかったかなと思います。岡本さんもですね、まあご自身の得意分野や、コンテンツってものを活かしてですね、情報発信されていくと思いますし、これからもたくさんの動画を作っていくと思うんですね。で、まあネタ切れにすごくね、なってしまうことが YouTuber ってのはあるんですけども、ネタ切れになるぐらいだったらまだちょっとまだインプットが足りないのかなと思った方がいいかなと思いますし、やっぱりね、同業者が何をやってるのかを興味を持っていくとか、人が何に困っているのかってことに関心を持っていくっていうのが、まあありますよね。この辺は気づいてらっしゃると思いますけども、非常にシンプルに無限にネタを拾おうと思ったら、ヤフー知恵袋のカテゴリーを見ていくといいと思います。そこにヤフー知恵袋で Q&A があるじゃないですか。だからどんな質問にどんな回答がついているかっていうのが、もうそれこそ無限に出てるわけですよね。まあその中でご自身の、こう、うつ病とかね、それから何でしたっけね、精神科ですよね。精神科医としての患者さんの悩みとか、精神科医の悩みっていうのもあるかもしれません。そういったものを無限に出てますので、それを動画化していったらいいんじゃないかなとですね。こんな質問に対して私はこう答えますとか、まあぶっちゃけですね、ヤフー知恵袋にこんな Q&A があったんですけども、私ならこう答えますみたいなことで、ずっとね、作り続けていくとネタに困ることはないかなと思います。そして読者様、視聴者さんからのコメントですとか、それからクエスチョンに対しても動画で答えていくってことですよね。で、今回ね、岡本さんからこのメッセージをいただいて、まあメールだったじゃないですか。これをですね、質問は常に動画でするとか、私の場合回答常に動画なんですよね。だからご質問いただいたら確実に1本はこういった回答の動画が増えるというね。だからご質問いただくのがすでに私のコンテンツのネタになっているということですね。まあもちろんプライベートに、プライバシーに配慮しながらなんで、まあ特定できるような、個人が特定できるようなね、話し方はしないようにしてますけども、今回みたいに多分ね、ここまで話しても、あ、そうやってコンテンツで作ればいいんだ。何？ヤフー知恵袋っていうのを拾っていけばいいんだっていうふうに、岡本さん以外も多分こうやって気づいていただけると思うんですよ。というところで、流れ玉って私は名付けているんですけども、岡本さん一人にメッセージを送っている形じゃあるんですけども、その流れ玉によって50人ぐらいの人がね、新たなる気づきに、達していただければなと思っております。そして今回のご質問なんですけども、ちょっと画面を切り替えて説明しますね。検索キーワードが多分ね、当たらなかったと思うんですけども、はい。これいかがでしょうか。YouTube 企業案件サイトで検索すると、まあこういうふうに出てきますよね。で、一番上っていうのは今ね、停止してるんで、二つ目をクリックしますね。そうすると、こういうふうにビューリワードっていうのが出てきています。このビューリワードっていうものから企業案件ね、だから YouTuber の方ってあるじゃないですか。こちらの方をクリックしていただいて、YouTube の再生回数に応じた報酬を受け取ろう。ちょっとね、画面右側切れてますけども、ここから契約していただければいいんじゃないですかね。サイトの方を下の方に URL で貼っときますので、無料新規登録ってあるじゃないですか。ここから、このビューリワードとアカウントを作って契約って言ってもね、アカウント作るだけなんですけども、その中から案件探してみたらいいんじゃないですかね。まあ他にも、結局はね、この、あれなんですよ。検索の技術っていうのは、ここにどんなキーワードをいくつ入れるかによって分かれてきます。検索の上手な人っていうのは、こういうふうに自分の目的としたサイトに一発でたどり着くんですよね。でも検索不慣れだと、例えば YouTube 企業案件だけだとどういうことになるかっていうと、検索しますよね。そしたら全く違った検索結果出るんですよ。で、先ほどの YouTube 案件専用クラウドソーシングサイトっていうのが一番上にさっき出てましたけども、一番上にね。これクリックしても出てこないんですよ。こういうふうなプレスが出てくるんですよね。誰かのブログが出てくるんですよ。だから直接企業案件のサイトにリタッチできません。ね、検索結果全然違いますよね。 YouTube 企業案件の解説をしているとかね、そういうのはあるんですよ。これ費用はいくらとかね。でも先ほどのビューリワードのとこにはもうずっと行き着かないんですよね。
なんとですね、だから検索キーワードに YouTube 企業案件ってやるのと YouTube 企業案件サイトってやるので全然違う検索結果が出るってことに、まあ、一つお気づきになれるかなと思います。はい、ということかな。はい、というところでね、ちょっと幾分偉そうに喋ってしまいましたけども、ご気分悪くされないでくださいね。半分弟子だと思って柔らかく喋ったつもりなんですけども、速稼塾に入塾するとね、もうちょっと厳しくやるかもしれません。すいません。ということでね、今回はメッセージいただきましてありがとうございました。私もね、ご質問いただけて非常に嬉しいです。他の方からも何点かご質問いただきましたんで、回答はさせてもらったんですけども、その中にはね、ごくプライバシーに関わること、非常にセンシティブな問題が多かったんで、限定公開にさせてもらってますけども、時間を置いて一般公開にさせていただこうかと思います。ですんでね、私は限定公開にしてもほとぼりが冷めた頃に一般公開するってことをやってますんで、もちろんご本人さんの承諾を得てですけどもね、まあそういった形で YouTube の方これからも更新していこうかと思いますんで、楽しみにされてください。隠居 TV 久保哲郎でございました。それでは失礼します。